第2編では弓の点検の仕方について説明します。弓の形は強さ、性能に大きな影響を与えます。購入時の形を維持することも重要なことです。特に竹弓は変形しやすく、弓の引き方と手入れの仕方によって形が崩れることがあります。まずは弓のチェックのポイントを理解することが大切です。以下は一般的に弓を引く前に行う弓のチェックの要領について具体的に説明しております。さらに、弓を購入したとき、全体の形を紙に記録しておくと、時々照合するときに大変有効な資料になります。弓の姿を記録する要領を説明します。まずはじめに紙の準備をします。適当なものがなければ包装紙などで構いません。必要な幅に切ってテープで粒などして必要な長さの紙を加工してください。続いて、その紙が移動しないように床面のこの筋に合わせてテープで紙を固定します。マジックを使う関係がありますので、下には新聞紙を敷いておきます。そのようにした後に、つるを合わせて乗せる直線を引きます。直線に弓のつるを合わせて弓を置きます。その後、弓自身が動かないように適当な重しを乗せてください。その後、この弓の描く形に沿ってマジックで線を引いていきます。これで弓の型取りは終わりです。いびきのチェックをします。弓の上端を床につけ、下部を手のひらに乗せてへそにつけます。その上で、つると弓の握り革の部分で位置関係を眺めています。この弓では、つるはこの握り革の位置で中央を通っております。続いて弓の下端を床につけて、上部を手のひらに乗せてへそにつけます。その上で、つると握り革の位置で相互の関係を眺めています。この弓では、つるは握り革の左側を通っております。これは入り木の弓の正常な形です。弓が変形してくると、このつるに対して
弓が左側に出てきます。これを出来弓と言っております。石板と鶴の間隔をチェックします。約3ミリから数ミリの間隔であれば正常な形です。数ミリを超えるような場合は、弓のバランスが、狂っております。握り革の位置で弓の反り具合を点検します。鶴側にわずかに反り返っておれば正常な形です。これが、直線とか、左に膨らんでおる状態はバランスが崩れております。弓の上部のこの反りと下部の反りのバランスのチェックをします。すると弓のこの間隔の一番広いところの寸法を比較します。下部はこことこの寸法、実寸では当然下部の方が狭くて上部の方が広いわけですけども、弓をこういうふうに持って精一杯伸ばして、この角度は目線に合わせてこの弓を眺めています。この間隔を見ています。そうするとほぼこの下の間隔と上の間隔が同じように見えます。この状態で上下のバランスは取れておるわけで正常な形です。劣化してくると下が狭く見えたり、あるいは上が広く見えたり、そういうことがあります。竹弓の裏反りの測り方について説明いたします。射会とか練習を終えた直後に鶴を外してください。弓に力を加えないようにしてこのように床に置いてください。押さえることなく一番高いところの下側を測ってください。10センチから15センチの間にあればいい値と言えます。新しい弓は15センチを超えることがありますし、古くなると10センチに近づくということはあります。このようにして、竹弓の裏反りのチェックをしてください。